宇宙海賊キャプテン・ハーロックは、松本零児原作の漫画、並びに、それを原作とする同一タイトルのテレビアニメ。腐敗した地球に見切りをつけ、大宇宙に、己の旗を掲げ自身の信念のもとに生きる、アウトローの宇宙海賊、ハーロックを中心とする、スペースオペラである。時代設定は連載開始年の千年後となる西暦に百七十七年という、未来となっており、 地球侵略を企む異星人マゾーンと宇宙海賊であるハーロックたちの戦いを描く。主人公のハーロックは本作の他にも数々の松本霊児の作品に重要キャラクターとして登場する。1977年から1979年にかけてプレイコミックにて連載され未完のまま終了。秋田書店により単行本で前後刊、愛蔵版、 文庫版で全3巻に収められている。もともとテレビアニメーション企画として松本が提案したが、すぐには実現せず、プレイコミックでの漫画連載が先行して始まった。企画は松本が取材する、例示者で行われ、アルカディア号などのデザインでスタジオヌエが参加していた。企画の背景には、松本も関わった、宇宙戦艦ヤマトの爆発的ブーム、さらには、 スターウォーズシリーズを中心とした SF ブーム、また当時前世紀のロボットアニメに変わる分野の開拓があった。本作の前に同志で掲載された同じくハーロックを主役とする西部劇漫画ガンフロンティアとは異なり露骨な性描写のない作品ではあったが同志が青年誌ということもあり、いわゆる成人コミック並みの性描写のある作品も掲載されていたことから本作と 同時期に少年誌で連載していた銀河鉄道39やクイーンエメラルダスに比べると当時の中高生などには購入の難しい環境ではあった。この作品は新初版単行本にして5巻続きマゾー音との戦いに決着がつかないまま第一部巻として未完の状態であり詳しく語られなかった設定も多い中でも重要なものとして 名前しか出ていない親友とローの存在がある。二人の出会いについては作品によって設定が分かれているので確定はできないが、先祖から何らかの因縁があったらしいことは共通している。いずれにせよ、トチローは技術者としては超一流で、アルカディア号の設計と建造に携わったほか、滅亡した文明の宇宙船とされるクイーンエメラルダス、号の修理にも携わっている。 その後、宇宙病が元で、とちろうは死に、アルカディア号の中央大コンピューターに宿る魂となり、ハーロックと共に宇宙を旅することになる。他にも、エメラルダスやメーテルとの関係など、本編を読んだだけでは、はっきりしない設定が多い。本作ラストでは、寂れた惑星、ヘビーメルダーが登場している。連載を終了する年には、 銀河鉄道39の劇場版第一作が公開されており、ヘビーメルダーが賑わっていた頃を解雇するシーンでは、ハーロックが酒場のマスターに星野鉄夫やメーテルがここを訪れたかを尋ねる場面が描かれ、前日の劇場版とリンクする描写になっている。しかし、999劇中で登場する戦士の銃の刻印は、 パテンテッド1.252979となっており、999の年代設定が本作の年代設定2977年により後となっているため祖語が生じるほか、本作の方が土地らの死などの描写から999より時系列的に後と取れる描写となっているものの、そのテレビ版では年代設定が第1話において、 西暦2221年とされたために、999テレビ版と本作では700年以上の開きが生じている。ただし、これらの松本作品の年代設定については、作品制作時より、はるか未来という意味合いを込めたものと思われ、口実する島聖光一によるリメイク版の、キャプテンハーロック次元公開では整合性の調整が行われている。また、 基本的には、同一生命、容姿のキャラクターが、複数作品に登場していても完全な、同一人物というわけではなく、手塚治虫、石森章太郎作品にも見られる、いわゆるスターシステム的なものとなっている。原作と比較して、アニメではオリジナルストーリーが多く、結末も異なるため、共通の導入部のみ記載する。2977年。 大敗し堕落した人類の住む地球に宇宙から丘一つ分ほどもある巨大な黒い球体が降ってきた。表面にはマヤ文明の象形文字風の衣装が円形に刻まれていた。地球政府が無視した、それはマゾーンという宇宙からの侵略者が打ち込んだ惑星の所有を誇示するペナントであり、その危険を警告しようとした大は、博士、親友であるクスコ教授は、 ペナント打ち込みに先立って侵入していたマゾーンたちに、自分たちのことを世間に知らせまいとして殺される。かろうじて生き延びたダイワ博士の息子、聖は、マゾーンになんだでを打とうとしない、地球政府に見切りをつけ、宇宙海賊として知られていたキャプテンハーロックの宇宙戦艦アルカディア号に乗り込む。ダイワ聖という新たな仲間を加え、 ハーロック及び40人の海賊とアルカディア号による謎の侵略者マゾーンたちとの戦いが始まった。ハーロック側マゾーン側地球警備隊ハーロックたちの根拠地であり、いわゆる秘密基地。いずれも都知郎の手で設計された。宇宙海賊キャプテンハーロックのタイトルで1978年に投影動画によりアニメ化され、 1978年3月14日から1979年2月13日にかけて毎週火曜日19時から19時30分にテレビ朝日系にて全42話が放送された未完のままの原作に対してアニメオリジナルでストーリーが完結しているナレーターは本編を柴田秀勝が次回予告を神谷明が担当しているまた テレビアニメ放送中の1978年7月22日から、東映漫画、祭、ま、りの一本として、劇場アニメ、宇宙海賊キャプテンハーロック・アルカディア号の謎が公開されている。これは、テレビアニメ13話をベースに新作場面を追加した34分の再編集作品である。監督は林太郎で、プロデューサーの田宮武、メイン脚本の上原翔造と共に、 アローエンブレムグランプリの高からのシフトである。インは、1979年には、本作のハーロックも登場する、劇場アニメ、銀河鉄道39を監督している。これは、本作第一話の試写会で、感動の涙を流した、東映動画社長、今田智則の指名によるものである。音楽については、通常20人程度の編成で行われる。 シンフォニックオーケストラによるところを本作では65人編成で行っており、今までの作品にはない規模であった。サウンドトラック、公共組曲宇宙海賊キャプテンハーロックはオリコン LP チャートで最高9位を記録した。主題歌を歌唱した水木一郎は本作のアルバムで日本コロンビアのコロンビアゴールデンディスク賞ゴールデン LP 賞を受賞した。メインスポンサーは 宝と高徳ト,トイスで両者により玩具を中心とした商品展開が行われた。本作の放送終了後にハーロックを主人公として東映動画が制作したアニメ作品には1982年の映画我が青春のアルカディアとその続編となるテレビアニメ我が青春のアルカディア無限起動 SSX がある。また2003年には 本作で監督を務めたリンダロウにより、スペースパイレートキャプテンハーロックが制作されたほか、2013年には、東映動画から社名を改めた、東映アニメーションにより、キャプテンハーロック、スペースパイレートキャプテンハーロックマイナスが制作された。リンダロウや、メインライター上原翔造らのアニメスタッフにより、大幅な脚色が加えられ、地球側やマゾーン側に、 原作では登場しないキャラクターが多数登場することとなった。これによりトチロうの娘、マユが創作され、このマユの存在が、ハーロックが地球を守る理由づけになっている。これは、ハーロックの哲学に関わる問題であり、この改変をめぐって、原作者である松本レイジとスタッフとの間で激論が行われたという逸話が残る。結果的には、 アニメスタッフ側の熱意に松本が折れる形で承認を取り付けたという。ハーロックが地球を守る理由を示す、眉と共にハーロックに歯向かう規模である軍人として登場する仇役の節電長官もアニメオリジナルキャラクターとして加えられ、原作よりさらに視聴者に理解しやすい作劇の作品となった。また、エメラルダスは半剣の問題から登場させることができず、 彼女に相当するキャラクターとしてエメラーダが創作され、ハーロックがトチローと共に過ごした日々を回想する30話と31話でマユの母として登場することとなった。母性を失い、長い流浪の旅の果てに地球へ移住し、第二の母性とするというマゾーンの目的も明確に描かれた。原作終盤でハーロックによって提示され、明確な答えが出ていなかった。 移住の目的地がなぜ地球なのかという問いに対しても、アニメ版では26話で移住先を決めるマゾーンたちの会議において、ラフレシアが地球を提示すると、それに賛同したテシウスの、ふるさとがある以上はふるさとを目指すべきであり、祖先が今日を見越して残した第二のふるさと地球に移り住むのは、我々の使命という主張に周囲が同調する形で、決定したという描写となっている。 ハーロックとダイワという二人の男を通じて四十代の男と若い二十代の男の価値観の違いを表現できたらと考え、二人の男のタイプの違いをもっと作中に出したかったとするリンの意図により、ハーロックは自分の死に場所を求めて生きる男として描写されているのに対し、ダイワは何が何でもこれから生きていく若者として描写されている。また企画のタミヤ・は後年、 本作をやっていた当時を振り返って自分がマーニアアニメが言ってしまっていたことを10回している。ビジュアル面での大きな変更点としてはアルカディア号の船体色が原作のカラーページや関連イラストなどでのミリタリー風の緑からアニメ版では青に変更されていることが挙げられる。これはマーチャンダイジングを前提としたスポンサーサイドや制作側の意向に沿った変更である。 また原作が関西機は、戦闘機スペースウルフが主として描写され、あとは偵察隊が使用の大型戦闘機コスモバットや、大は救出の際に登場する探査艇風の機体くらいしか関西機らしきものは登場していないのに、対し、アニメでは宝から発売する玩具を増やすための措置として、戦闘機、ボレット、ボレット支援のための中型輸送艇、コスモウィングも登場した。 原作でもアニメの設定を反映して、ボレットやコスモウィングの名称はセリフ中に上がりはするものの、結果的にはその期待が描かれていない。未完の原作に対してアニメ版は多くのエピソードが追加され、アルカディア号クルーの過去を取り上げた話のほか、長い旅の中でのマゾーン同士の制作対立や集団脱走なども描かれた。ラストは眉や大浦若者に、 地球復興を託し、ハーロックは、ミーメ以外の乗員を下ろして、トチローの心が宿るアルカディア号で地球を去るという、形で終わっている。乗員を下ろし、大切な人物の心を持った船と共に、ハーロックが、宇宙の彼方へ旅立つというラストは、プレイコミック1975年11月13日号掲載の、宇宙戦艦デスシャドウで、松本自身の筆ですでに描かれているが、 この作品に登場する主役メカのデッシャドウ号は死んだ親友の心を宿した船ではなく恋人の生首をケーブルで機械的に接続した船となっている。ラストシーンには太宰治の小説右大臣サネ友からの一文が登場する。原作肯定派、アニメ肯定派という形にも分かれたようで松本霊児のハーロックではないという評価も一方では受けており、 松本本人もインタビューで、私の描くハーロックと少し離れた感じはありますねと述べているが、林と上原の解釈によるハーロック像を生んだともいえ、松本霊児のヒーロー像とは異なるもう一人のハーロック像を築き上げている。平均視聴率6.9%と当時のゴールデンタイムのアニメとしてはかなり低かった。しかし、熱心なアニメファンによりテレビ局には絶賛の声が、 多く寄せられた。日本国内での視聴率は振るわなかったものの、日本国外への販売も行われて、ヨーロッパでは人気を呼んだ。フランスでは1980年に、公共放送、アンテンヌニの子供向け番組、レクレーにないにて17時15分から18時まで、ハーロックの名をアルバトールに変え、コピー店アルバトールとして放送された。同年に、イタリアでも放送された。 アメリカでは1984年に、キャプテン・ハーロックザ・クイーン・を v 0 0 0イヤーズと題されて、同じ松本原作のテレビアニメ、新竹鳥物語洗練女王タを同一作品として再編集された65話が放送されたが、視聴率では苦戦したという。各キャラクターの詳細及びその他のキャストについては、宇宙海賊キャプテン・ハーロックの登場人物を参照。 番組放送時に発売された主題歌、挿入カエル P には、以上のほか、横山葵治作曲によるインスト曲、眉のテーマも収録された。監督の林太郎によれば、当初、眉のテーマとして赤トンボを使用しようとしたが許可が下りず、急遽新しい曲を作ることになったという。放送局の出展は個別に提示されているものを除き、 1978年11月中旬から12月上旬、時点のものとする。宮崎県ではテレビ朝日系列加盟局のテレビ、宮崎ではなく系列外の宮崎放送で放送された。また、山口県では放送中にテレビ朝日系列加盟局が山口放送に移行したが、テレビ山口で引き続き放送された。戦術の通り、放送当時は、 メインスポンサーである宝と、高徳ト,トイスが主だって、ガング中心の商品展開を行った。同時期に、スターウォーズの商品化券を取得した宝としては、本作の商品展開をメインとしておらず、高徳は、トイジャーナル1978年2月号で、本作を一番手に挙げている。この結果、宝はプラモデルに関しては、SF ブームということも合わせ、それなりにヒットしているが、 その他の玩具商品はすべて失敗。高徳は、それなりにヒットし、5番組のサイボーグ009も提供した。宝からは、マグネモシリーズとは呼ばれなかったが、マグネモアルカデア号など、マグネモシリーズ同様、磁石で合体する玩具が発売されたほか、アルカデア号や、スペースウルフ、マゾーン戦闘ガンゾネスなどをプラモデルとして、商品化している。高徳からは、 Z5 金アルカディア5などが発売された。また、これら以外にも、以下の商品も発売されている。宝からプラモデルが発売されているが、本作が終了した後は、太陽の牙、ダグラムが始まるまでの3年間は宝による、プラモデル販売は存在しなかった。Z155 シリーズスペーストレーラー、マグネモコスモーイングその後の1999年、 ジェスネットで OVA クイーンエメラルダス展開時に松本レイジスペースバトルシップコレクションでポリストーン製の劇場版ドクロ監視アルカディア号とクイーンエメラルダス号と共に本作版アルカディア号が発売その際商品名が初代アルカディア号デスシャドウというものになったバンプレストはプライズゲーム景品としてウォーターシップアルカディア号を出すこれは デフォルメタッチのアルカディア号の後部に一軸のスクリューがついており、全米を巻いて水上に浮かべると、スクリュー回転で走り出すおもちゃで、同じく TEB のものと劇場版ドクロ監視の2種が出ている。21世紀に入り、青島が2006年10月に新世紀号金で本作版のアルカディア号を発売。これにより、同社が数年前より、同シリーズで既に発売していた。 999映画版などに、登場のドクロ監視版と本作の映画監視版の両方が立体化されることとなり、色替え限定バリエーションを含めそれぞれ3種が発売された。なお、ドクロ監視版については、キャプテン・ハーロック版と日本国外限定品のテレビシリーズのブルーカラーに変えた4種となっている。対等からは2008年にプライズゲームの景品として、青島のものと、 同サイズの本作版とドックロ監視版のアルカディア号に加えハーロックの重力サーベルが登場した。2011年には航空機プラモを主に手掛ける長谷川からクリエイターワークスシリーズのラインナップで172スペースウルフが発売され、翌2012年にはこの172スペースウルフのバリエーション違いとしてハーロック専用機を限定発売したことに加え、 ドクロ監視版のアルカディア号を1-1500宇宙海賊戦艦アルカディアとして発売した。ただしこの長谷川版1-1500アルカディアキットと前述の対等のプライズゲーム景品のうちのドクロ監視版モデルと重力サーベルについてはハーロック絡みの商品ながらも本作関連の商品ではなくあくまでも999映画版関連の商品という扱いである。 その後、2014年2月に、前述の長谷川より、1、1500宇宙海賊戦艦アルカディア2番艦、として、本作 TV アニメ版のアルカディア号が発売された。こちらには、小型のコスモウイング2機が付属されている。さらに同年にはバンダイから超合金魂で、全長 485mm にもなる、ドクロ艦主版の超合金魂アルカディア号が、 長谷川の後を追う形で発売され、2016年にはメガハウスのコスモフリートコレクションから本作 t v アニメ版が発売された。2020年には超合金魂で t v アニメ版アルカディア号も発売され、全長 430mm と前述の映画版よりサイズが小さくなったものの t v アニメ版で見せた各種機能やミニメカ搭載のほか、 専用ベースに劇中主題歌や音楽、効果音に井上薪雄の生前の声を収録した音声ギミックが内蔵された。マクセルより1999年12月23日に発売され、原作の漫画に声優の声や効果音を加えて映像にしたビデオ作品。テレビ版からのキャストはラフレシア役の北浜のみ。北浜と内川以外の4名は、 OVA 作品、ハーロックサーガニーベルングの指輪でも同名のキャラクターを演じている。また、ハーロック役の山寺は、スペースパイレートキャプテンハーロックでも、ハーロックを演じている。この他、セガゲームスから配信された、スマートフォン向けゲームアプリ、戦の海賊で、2016年1月27日から2月11日にかけていろいろなコラボレーションを実施した。 2007年1月にパチンコ台 CR フィーバーキャプテンハーロックが三強からリリースされた。2011年1月には同じく三強からパチスロキャプテンハーロック G がリリースされている。共にアニメ版ハーロックをモチーフにしているものの原作やアニメ版に登場した恋ブルーのアルカディア号に加え999 劇場版などのグリーンのアルカディア号も登場する。またトチローとエメラルダスも登場するほか、アニメ映画、我が青春のアルカディアの同盟主題歌のカバー版を用いているなど、我が青春のマイナスの設定なども加味したものとなっている。声優は、ハーロック役の井上薪雄以外は別キャストとなっている。2015年12月には、サミーから2013年公開の CG アニメ映画版をモチーフとしたパチンコ CR キャプテンハーロックがリリースされた座席が画面に合わせて揺れるシミュレーションライドシステムハーロックの声をオリジナル声優の井上真紀夫が唯一担当したアトラクションである松本が2014年にチャンピオンレッド10月号で執筆した漫画新たな敵ルナーラが登場する新作だがルナーラの紹介とそれに 対する、ハーロック、トチロの抱負のみでわずか5ページしかない。島聖光一により、本作品の基本骨子を引き継いだ、キャプテン・ハーロック次元公開が、チャンピオン・レッドにて連載。2014年10月号から2019年3月号まで連載された。同作は原作をなぞりつつ、我が青春のアルカディア、我が青春のアルカディア無限軌道、 SSX スペースパイレートキャプテンハーロックアウトサイドレジェンドザエンドレスオデッセイキャプテンハーロックスペースパイレートキャプテンハーロックマイナスエターナル編の設定を含む銀河鉄道スリーナイン宇宙公共シメーテル小説ギャラクシーエクスプレス999アルティメットジャーニークイーンエメラルダス新竹取り物語千年女王銀河鉄道物語 宇宙戦艦ヤマト、新宇宙戦艦ヤマト、超時空戦艦マホロバ、ダイバーレイ、バダチなど、松本レイジのそれまでの作品とリンクしている。また、アニメ版、キャプテンハーロックの設定も取り入れられており、キッタ長官、マゾーンこのエ艦隊司令、クレオ、デシウスほか、アニメ版のみだったオリジナルキャラも登場し、機械化帝国やイルミナス。 ネオガミラスなどのマゾーンに被験する異性勢力も同時に存在している模様で、ラフレシアがこれらの存在に対する外交問題を機にかける場面もあり、特にネオガミラスはマゾーンの将来に関わってくる存在となる。主に鋭角監視型の初代アルカディア号が活躍するが、終盤には緑色のドクロ監視型のアルカディア号も登場する。マゾーンとの決着は、 未完の原作と異なり決着しており、ジョジベルが戦死する。波の静かやクレオが生き残るなど、キャラクターの生死も原作通りではない。マゾンとの決戦後、ハーロックは大和に初代アルカディア号を譲り、トチローとの約束を果たすべく機械化帝国へ挑むため、3番間でアンドロメダへ向かうことがラストで示されている。2016年に舞台化され、 新宿村ライブにて上演された。脚本、演出は原田光樹、脚本協力を安西勝則が担当。6月8日から12日まで、全球公演。再演が2017年1月9日から13日まで、全球公演。大阪市中央公会堂にて上演された。ありがとうございます。